ハリーポッターの裏設定。あ、はい、スネイプの名前の秘密。やっぱスネイプはもう作中切っての人気なんですよ。そうよ、はい、重要キャラです。スネイプ先生はハリーの母親であるリリーに恋をしてましたね。そうでしたね。実はこの二人の名前はアナグラムになっております。はい、スネイプ先生のフルネームはセブルス・スネイプでしたね。リリーの当時のフルネームはリリー・エヴァンズなんですね。スネイプの名前を並べ替えますとこちら、魔法かけるペルセウス・エヴァンズになります。おペルセウス、はい、ペルセウスというのは蛇の怪物メデューサを倒したギリシャ神話の英雄のことです。おつまりエヴァンズの英雄、まあ、エヴァンズの騎士みたいな意味になるんですね。へー、かっこいい。そうなんだ。いや、すごいよね。なるほどね。よくできてる。アナグラムはボルデモート、ボリドルのところ出てきてますから、ヒントはあったわけですよね。しかもさ、何がオシャレかっつったら、スネープって謎のプリンスじゃないですか。はいはいはい、はい。半純血のプリンスということで、ね、しかもプリンスって自分でプリンスって名乗るの中二病やんっていう。いや、ちょっといけちゃってんじゃないですか。ね、思ってる人も多いと思うんですけど、プリンスってね、母方の方のお名前が取ってるんですよね。へぇー。ちゃんと本名を名乗ってるんですよ、プリンスって。あ、生きてるわけじゃないんだ。生きりで、俺王子やからっていうわけではない。しかもね、日本語のタイトルだったら、謎のプリンスということで、はい、誰のことっていう謎解きになるんですけども、向こうだったらハーフブレッドだったかな、だから半純血。もう最初から。そうですよね、タイトルから。多分、日本はそれをネタバレ防ぐために変えてるんだろうなと思ってます。なるほど、はい、いい配慮。すごいね。はい、続いて、無言呪文。まあ、言ったら、さっき言ったみたいに、レノスとかって言うことがなんかすごいじゃん。ああ、うんうん、はい、そうですね。そう。でもね、結構。確かに確かに。まあ、出てるし、今これ。これはなんで出てるかって言ったら、無言呪文って言って、心の中で唱えてるからです。もう一回いくよ。うお、言ってた、言ってた、言ってた。なんか、今日編集する人めっちゃ大変だな。むっちゃやらせるやん。見とれ。あと何、僕たちの好きな、その、少年誌でも、無言でやってるよね。もう後半のカメハメハ言ってんかと。あー、無言でね。その間にか、ね、気を飛ばす。そう、レイガンとか、レイガンって言わへんやん。確かに。もうですね、なんかそういうことになりますということですね。だからこれは上級者テクニックだそうで、そう、無言でやってるイコールすごい魔法使いなんだなっていう表れでもある。なるほどね、うん、はい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 、はい、続いてクディッチの優勝トロフィーです。おー、クディッチってわかりますか。あのちっちゃいね、跳ねついたボールキャッチするね。うん、キャッチだけ。えだけのです、うん、大事な乗り物か。あれをキャッチしたらまあまあ勝てますよっていうなんかものなんだけど、優勝されると授与されるそのトロフィーは、うん、ハリーの父親であるジェームス・ポッターの名前とか、うん、ホグワーツの先生であるマクゴナガル先生、おらおら、うん、魔法省で魔法大臣を務めるキングズリー・シャックルボルトなどの名前が刻まれています。まあそういうシーンもありましたよね、うん、作中でね、うん、お父さんの名前、歴代優勝者とか、そうそうそう、うん、名前がちゃんと入ってる、エモさがある、まあ歴史があるよってことだよね、うん、なるほどね。マクゴナガル先生、うん、優勝してたと。あ、じゃあ昔ブイブイ言わしてたわけだ。そうです。しかもマクゴナガル先生は過去にですね、グリフィンドール生だったんですけども、はい、確かスリザリンの生で負けてるんですよ。へえ。だからマクゴナガル先生はスリザリンに対してちょっと思い入れがあるんですよ。 なんか、なるほどね。だから、あの物語の最後らへんでチカロウに閉じ込めたけど、そう、恨みがないぞ。あれが個人的な恨みがあって、真剣なよく極みじゃねえか。言っときなさいそう、やめなさいよ。そう、しかもあの忖度してとある個人特定の生徒に対して、うん、アニバス2000を届けるという。確かに怖いんだよ。超怖いやん。ありえないです。だって学校行ってさ、ちょっとお金ないかってその人に教科書買ってあげる先生いないじゃないですか。サパカツおじさんみたいなことしてるから。そう、ね、それぐらいクディッチにはお熱という、まあね、そういうのが好きなんだよな、マクゴナガル先生のね、うん、良さでもありますよね、はい、ちなみにですね、うん、ルールがちょっと矛盾してるんですよね、クディッチってね、うん、シーカーがスリッチを手にしたら、うんうんうん、その時点で勝ちみたいな風潮あるけども、はい、あれ得点が何点が入るだけで、150入るだけで、それまで150取られていたら、うん、その時点で終了しちゃうんだよね、ゲームが。なるほど。だから負けて終了する可能性もあるんよ。あ、まあ、映画では分かりやすく撮ったら勝ちみたいになってたけ ど、 なるほど、小説版ではちょっと複雑です。はい、じゃあ続いての裏設定、日本にも魔法学校が存在。なんで、はい、作者の J.K. ローリングさんがですね、日本にも魔法学校があるよというふうに言ってくれました。作中で出てるのはホグワーツ魔法魔術学校とか、うんうんうん、ボーバトン魔法アカデミー、ダームストラング専門学校の三大魔法学校が出てきてね、うん、試合してましたけども、うん、そうだ。日本の、学校の名前何か分かりますか。呪術高専。いやいやいや、いいボケ。
100点だね。それはいいボケですね。確かにさっき専門学校も出てきた実光線がっていうね、呪いの方かそれ、はい、その名も魔法ところというね、和食料理屋みたいな魔法ところ、魔法ところ、場所はですね、火山列島南硫黄島の頂点ですね。硫黄島っていうのは、うん、去年で言うと海底火山で有名になって、うん、はい、島がねできたりもしてってしてる方もいると思うんですけど、うん、ちょうどグアムと東京の間ぐらいですね。うん、ああ、そうなんですね。結構遠いんで、ポグワーツエクスプレスとかで駅から行くじゃないですか。行っちゃったもんね、船で行かなあかんの。そうですよね。東京駅のなんか9と4分の3番線とかに行って、そっからあるのか、1週間かかるみたいな。もうディメンターとかバンバン来る。過酷やな。また使えへんのみたいな。頼むよ。はい。本当に日本かというか遠いわけですけども、実はこんなエピソードもあるそうですよ。ホグワーツ製が不具合のあるほうきで世界一周するという無謀な挑戦をして、風に吹き飛ばされてコースを外れた際に魔法ところの先生に救助してもらって滞在することになります。その時にまだ魔法ところでは知られていなかったクディッチのルールややり方を教えるんです。ここで出てくるんだ、クディッチ教師みたいな鉄砲でなっちゃう。そしたら魔法ところはかなりの悪天候の中だったり、マグルの飛行機とかの注意しながら練習するもんだから、はい、世界的にもかなりの強豪チームになってしまって、クディッチワールドカップでは日本に負けてしまうことがあったらしい。すごいやん、教えたがために負けちゃったみたいな。そうなんですよ、強豪校なんだ。そう、強豪校なんだ。嬉しいね、日本が強豪ってね。この辺ぜひね、なんか続編とかで出てきて、いやー、見たいな、見たい見たい、ね、うん、出てきてほしいですけどね。絶対ノスドンなんかシーカーやってそうやけど、ね、シーカーやってそうですか。やっちゃう。上立っちゃう、上立っちゃう俺。実際ね、映像をね撮ってきたんですけどね、我々ね、竹豊ばりの芝居ばり、僕バシバシバシ、確かに、はい、ついで、はい、続いてハリーポッターのトビリア、あ、トリビア明日友達に言いたくなるトリビア、ちょっとまとめました。ハグリッドを大きく見せる工夫。わしの話か、まあ、そう、ハグリッドって身長2メートル以上あるわけですけども、ね、うん、やはり普通の人が演じてるんですよね。はい、だからそのシーンによっては結構身長がバラバラなのもあるんやけど、基本やっぱ大きいイメージは変わってないでしょ。そのためにいろんな工夫がされていまして、大きな小屋と小さな小屋を使ってハリーたちの普通の大きさハグリッドが巨人に見せるという目の錯覚を利用して使ってる。そんな古典的な技使っちゃる、うまいことやっちゃる。続いてルシウス・マルフォイという蜂ですね。蜂、はい、ルシウス・マルフォイというのは僕たちの大好きなね、はい、何でしたっけ、僕たちの大好きなドラコのドラコマルフォイのお父さん、アバダって最初にやったキャラでもあるね。あ、そうか、そうなんだ。はい、ルシウス・マルフォイという蜂がいます。そうなんだ、はい、2017年にニュージーランドで発見された新種の蜂で、この蜂は悪者と思われているが、実際にはこの種の大部分は人間から見ると無害または液中だ。先生、スネイプ先生、ちょうどちょうどルシウス・マルフォイ、スネイプに寄せてきちゃった。ボルデモート教の一味を離脱して許されたように全然内容入って、我が入っちゃうもん。半純血、はい、これはですね、発見者がハリーポッターにちなんで名付けたという。はい、続いてこちらご覧ください。はい、大広間のろうそく、もう大食堂というか、ね、食堂のイメージだな、これ、ほんまに。そうなんですね。もうこの大広間で象徴している空中にいてるろうそくたちは、本物のろうそくを1話の時には使ってたらしいんですけども、撮影中に事故が起こって、それからは本物のろうそくは使わず全部 CG になりました。やば、だから落ちちゃったりとかしたかもしれないとか。いや、もうちょっと、もうちょっとでしょ。え、何が、大広間。ダメですよ、そんな怖い。大火災。ダメ。ほんとに亡くなったりとかするあれがあるから。校長、本当なんですか、これは。本当なんですか、校長、これは。さよ、そういうものがよろしいんじゃないって。昨今ね、なんかよく聞く薬にはちょっとね、嫌なことがあるそうで、なんだったっけ。副作用。おうまい。初めて聞いた、これ。いつの間にできてたの、この流れ。察しに全部会話してるから、これ。はい、続いてこちら、肖像画のモデル。もう壁一面にね、いろんな肖像画が飾られています、ホグワーツですけども、はい、うん、これは裏で支えるスタッフたちの肖像画らしいです。そうなんだ、うん、そうなんだ、めちゃくちゃいいですね。はい、じゃあ、皆さん、杖出してください。はい、はい、皆さん、杖何使ってますか。これ僕、マルフォイの杖です。あ、ドラゴンマルフォイね。はい、のすけさんは、なんでやめ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 や
はい、これはですね、グリフィンドールの杖なんですね。これは僕たちが去年の12月19日に遊びに行った、うん、はい、ハリーポッター見学ツアーでの限定のやつらしいです。赤いやつが付いてる特徴なんですけど、自分のね、好みの杖を見つけるっていうのがハリーポッターの醍醐味なわけですけども、うん、やっぱり杖といったらこちら、オリバンダーの杖。あ、はいはい、お店ですよ ね、 いいね。そこには乱雑に杖が置かれていますけども、うん、杖の箱の数は何本だったと思いますか。箱の数、杖を作った1万逆転の時で戻ります。実際は10。あ、少なめね。CG とかで足した。あ、なるほど、なるほど。どうしよう。あれあれ、おぉ、これ高ますか。杖の箱、のすけさん近いです。16,500。マジで。じゃあシンプルに。そんなんだ。シンプルによくわかんない発言されてる。はい、続いていきます。9と4分の3番線について。おぉ。はい、ツアーに行った時のね、こちら、僕たち実際行きましたよね、これね。はい、カート押しました、ちゃんとね。思ってみたらこのカートほんまにめちゃくちゃでかくてさ、うん、イケアのカートみたいだったもん。確かにそうですけど、もう旅行みたいなもんですから、ね、1年間行きますから、いろいろ立ち上がる。9と4分の3番線のシーンは実在するキングズクロス駅で撮られてます。はい、実際に撮影に使われたのは4番線と5番線らしいんですね。へぇ、まあ、ぜひね、実際行かれた方はすごい写真撮ってみてもいいかもしれない、ね、確かに9番線じゃないんですね。ね、そう、9番線じゃない。、はい、続いてマルフォイの友達が逮捕。はい。まあ、最後に、マルフォイのね、そのなんか、取り巻きみたいなやつ、変わってたの分かります？覚えてるもん、そう。はい。そう、確か。そう、それは、実際の世界で、マグリに逮捕されたんです。わあ、ということで。なんてことだ、ね、ということでね、ハリーポッターに関する都市伝説、裏設定トリビアを紹介させていただきました。はい。